ジョージ・ソロスは、ハンガリー・ブダペスト生まれのハンガリー系ユダヤ人の、投資家、慈善家。ハンガリー名は、ショロシュ・ジルジ。天才投資家として知られ、イングランド銀行を潰した男の異名を取る。ソロスファンドマネジメント会長、オープンソサイティ財団創設者、彼の生まれ故郷でもあるブダペストにある中央ヨーロッパ、大学共同創設者、 プロジェクトシンジケート出資者、シンクタイクインスティチュートフォーニューエコノミックシンキング、出資者及び創設者の一人である。投資家であると同時に、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで哲学の博士号を得た哲学者であり、政治運動家、政治経済に関する評論家としても活動している。自身を国境なき政治家と称す。この故障はもともとマケドニアの元首相。 ブランコツルベンコフスキから与えられたものであり、それを気に入ったソロスが以来自称するようになった。ブラックライブズマターの主要な出資者の一人でもある。ヘッジファンドがまだその故障さえ確立していなかった、黎明期の1969年にファンドを立ち上げ、投資家としてのキャリアを開始する。2010年時点のソロスのファンドの運用資産は270億ドル。 思考の不確実性と現実の出来事の不確定性の双方向のつながりに関する概念、再帰制の理論を提唱。2011年1月26日、ファンドでの投資活動から引退したことを明らかにした。同年7月26日、ソロスファンドマネジメント内の外部投資家資金を全額年内に返還することを決定。また、百七十九年に始まるソロスの 事前事業への寄付金総額は2015年までに120億ドルを超えた。なお、ソロスの財団は一時期ウィキメディア財団のための基金を創設した大口寄付者でもあった。クリントン政権時代にはソロスの著書に共鳴したクリントン大統領によって外交問題評議会に在籍した。ソロスはまた、ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットらと共に 富裕層への一層の増税を求める共同声明に名を連ねている一人である。ジョージ・ソロスは弁護士で、エスペラント作家であったティボドア・ソロスとエリザベス・ソロスの二人兄弟の次男として生まれた。カウフマンの伝記、ソーロスによれば、ティボドアは、ハンガリー系のユダヤ人であり、第一次世界大戦の戦中と戦後に捕虜となり、ロシアの捕虜収容所から脱走し、ハンガリーのブダペストで、 自分の家族と交流した。ユダヤ人であったソロス一家は、ファシストの台頭と反ユダヤ主義の広まりに危機を覚え、1936年にユダヤ人に多いシュワルツからソーロスへと生を変えた。ティボドアは、この新しい名前が気に入った。怪文であり、それなりの意味があったからである。カウフマンの伝記によれば、ソーロスはハンガリー語で、並びの次、または、 指名されている後継者をエスペラントでは上昇するだろうを意味するという。ジョージは生まれた時からエスペラントを学んだ。このため彼は数少ないエスペラント母語ア社である。ジョージは後に典型的なブルジョアのユダヤ人家庭に育ったことと彼の両親は宗教的なルーツに対して慎重であったことを述べている。ただしティボドアはユダヤのルーツを誇りにしていた。 これは彼のホロコースト体験を綴った回顧録マスカレードにも記述されている。一家は正統派ユダヤ教に属するユダヤ人家庭であったものの宗教的には実質的に無宗教であったがジョージの母親は戦後信仰を持つようになったという。ジョージは自身が無信論者であることを認めている。ジョージは三度の結婚を経験している。最初の妻は ドイツ系のアナリース・ウィチャーク。二番目の妻は、ユダヤ系のスーザン・ウェーバー・ソーロス。三番目の妻は、日系ハーフのタミコ・ボルトンである。最初の妻アナリースとの間に、ロバート、アンドレア、ジョナサンの三子がおり、二番目の妻スーザンとの間に、アレックサンダーとグレゴリーの二子がいる。ジョージの四人の息子のうち、最年少でアーティストのグレゴリーを除いたロバート、ジョナサン。 アレクサンダーの3人すべてが、ジョージのファンド、または財団に席を置いて活動している。一人娘のアンドレア・ソロスは、事前家として、1993年より、中国における、チベット人コミュニティを支援するための独自の、財団トレースファンデーションを設立し活動しているほか、世界の貧困解決のための非営利の、ベンチャーファンドであるアキアマンファンドの評議員を務めても、いる。また、 兄、ポール・ソロスは、エンジニア出身の企業家で、事前化、投資家ニューヨークの名手としてもよく知られている。ソロスが13歳の時、ナチスドイツが同盟国であるハンガリーを軍事的コントロール下に置いた。そして、ハンガリーのユダヤ人に対しホロコーストによる殺戮が始まった。ソロスは、短い間だが、ナチスが設立したユダヤ教会に従事した。 この組織はユダヤ人弁護士たちに退去命令を送るものであった。ソロスは退去命令がもたらす結果について感知していなかったと主張した。翌年、ソロスはブダペストでのナチスドイツ軍とソ連軍による熾烈な紫外戦を生き延びた。その後、ソ連軍による虐殺を目の当たりにし、ハンガリーを脱出することを決意する。この時期、ハンガリーのハイパーインフレーションの間、 ソロスは初めて通貨取引をした。1946年、ソロスは西側でのエスペラント青年議会に参加することによって戦火で荒廃し、ソ連に占領された祖国から逃れ、イギリスに渡る。イギリスに逃れたソロスは、1947年、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスに入学する。国元からは全く援助はなく、彼は、 学費と生活費をすべて自分で稼がなくてはならなかった。昼は、鉄道駅で貨車の積み込みの重労働をし、夜はウェーターをして授業料を稼ぎ、無一文になったこともたびたびあった。ある時、彼は、貨車の渡り板から落ちて、足を骨折した。仕事にも出られなくなり、ベッドに寝たきりで絶望していた彼のところに思いがけず、保険金の小切手が送られてきた。その保険金で、 ようやく授業料を払うことができたのである。苦節の末に同行を1952年に卒業したソロスはしばらく職を転々とした後1956年にアメリカに移る。その意図はウォール街で著述家と彼の夢であった哲学者として自立するのに十分な資産を稼ぐことにあったと述べている。LSE では学士論文の指導教官を彼の 哲学的同士である哲学者のカール・ポッパーに依頼した。ソロスは1951年に哲学の学士号を1954年に同じく哲学の博士号を LSE より授与されている。恩師であるポッパーとは後年 LSE で再会を果たしている。ポッパーは彼にとっては過去の一学生に過ぎないソロスのことを覚えてはいなかったがソロスの哲学と 事前事業を評価し激励した。またこの時ポッパーは開かれた社会をようやくアメリカ人が理解したと思っていたため、ソロスがファシズムと共産主義体制を経験しているハンガリー出身者だと知ってがっかりしたという。ポッパーの没年となる1994年には、ソロスは彼によって1991年に設立されたばかりの中央ヨーロッパ大学での 講演をポッパーに依頼し、これを受けてポッパーは講演を行っている。ちなみに、セウにはポッパールームと名付けられた大行動がある。ソロスは自身のファンドであるソロスファンドマネジメントの設立者である。1970年、彼はジム・ロジャーズと共にクオンタムファンド、クアンタムファンドを設立した。ファンドの名称はソロスの 再帰性の理論と関連するベルナーハイゼンベルクの不確定性原理を基礎とする量子力学のクオンタムにちなんで名付けられた。ファンドは1973年からの10年間で4200%のリターンを出してソロスの富の大部分を形成した。2011年の時点でソロスファンドマネジメントは40年以上の間平均して 年間20%のリターンをもたらしてきたとしている。これはヘッジファンド史上最高のパフォーマンスに相当する。また同ファンドは1973年以来、2013年までに400億ドル以上の利益を生み出してきたという。1990年代初頭のイギリスは、1989年の東西ドイツ統合や欧州経済共同体の域内資本移動活発化による、 資本流出、欧州各国の不況、イギリスのサッチャー政権をはじめとした、各国政府の財政健全化策の影響等によって、経済成長が後退し、失業率が上昇を見せ始めていた。弱い経済の中、イギリスは欧州為替相場メカニズムに従い、自国通貨ポンドと欧州多国通貨との相場を、将来の欧州共通通貨ユーロ導入に向け、 一定定範囲に固定する政策を取っていた1992年になると、欧州経済圏統合の形を具体的に定めた、マーストリヒト条約が調印され、その中で政治統合なしの通貨統合を行うと謳われていた、ことから、ユーロ導入が進むことで、ユーロ採用国が自国経済調節のため打ち出す金融政策の柔軟性は失われていくであろうことが予想された。 イギリスは共通通貨導入に向けたこれらの制約によって効果的金融政策の手段の一部を書いていた。欧州経済が不調な中で1992年9月同様に経済が後退期に入りつつあったイタリアが自国通貨リラを7%切り下げた。以前よりソロスは彼の部下スタンレイ・ドラッケンミラーと共にイギリスの経済力に比して通貨ポンドが 政府により無理に高く固定されていると考えていた。イタリアによるリラ切り下げを契機として彼らは短期間に巨額のポンド売りを行った。これによりポンドは大きく下落した。イギリスはユーロ導入に向けポンドを ERM のルールに基づき固定させる必要があったため、イギリス政府、財務省はポンドの下落に対し買い向かったが資金がつき。 固定相場制を解き ERM を脱退、ユーロ導入を断念した。ブラックウェンズデーとも言われた、この一連の出来事は、結果的に英国病に苦しんでいたイギリス経済が改善するきっかけとなったことから、現在ではホワイトウェンズデーとも呼ばれている。イギリスが ERM を脱退しユーロ導入を断念して以降、イギリス国内経済は1993年より2008年まで、 長期にわたり、失業率の改善、安定経済成長、安定インフレ率を実現した。1992年10月26日のタイムズ紙にて、ソロスは以下のように答えている。1997年、アジア通貨危機の間、マレーシア首相マハティールはソロスが、マレーシア通貨リンギットを下落させたと名指しで非難した。ソロスは、この非難について、 アジア通貨危機の最中もそれに先立つ、数ヶ月間にも、バーツやリンギットを売ったことがなく、これらの通貨が下落し始めた時はリンギットを買っており、この回は早すぎたと述べている。なお、マハティールとソロスは、その後は返している。1988年、ソロスは、フランスの大手金融機関、ソシエテジェネラルの乗っ取りの試みに参加するように、頼まれた。彼は、 株式の取得への参加を断ったが、後に比較的少量の株式を買った。14年後の2002年、フランスの裁判所はその行為は、フランス証券取引法を根拠として、インサイダー取引であると採決し、200万ドルの罰金を課した。ソロスは一貫して、罪状を否認し、乗っ取りのニュースは誰もが知っていたことであったと主張した。2005年に、ソロスはメジャーリーグの野球チーム、 ワシントン・ナショナルズを購入しようとしたグループの少数のパートナーであった。2008年にソロスの名前はイタリアのサッカークラブエース・ローマと関連していたが、クラブは売却されなかった。ソロスはワシントン・サッカー LP ・ LP メジャーリーグサッカークラブ DC ・ユナイテッドが1995年に設立されて、以来捜査権を所有していたグループの財政的後援者だったが、 グループは2000年にこれらの権利を失った。2012年8月21日に BBC は SEC への提出書類によって明らかになったこととしてソロスが英国のサッカークラブマンチェスターユナイテッドのクラス A 株のおよそ1.9%に当たる310万株を取得したと報じた。投資家、投機家として著名なソロスであるが政治運動家としても知られる。 例えば、ポーランド民主化運動において、労働組織である連帯へ支援を行い、チェコスロバキアにおける反体制運動であった、検証77と同様に、ソビエト連邦によるこれらの国々への支配を終わらせることに寄与した。また、2003年に、グルジアで起こった政変でも、彼の資金提供があったとされ、その成功に、 重要な役割を果たしたとロシアと西欧双方の一部指揮者から評された。その他、2004年のアメリカ大統領選挙において、ジョージ・ W ・ブッシュの再選に反対する陣営に支援を行った。連邦準備制度議長ポール・ボルカーは、ソロスの著書、ソロスの錬金術の序文に寄稿し、以下のように述べた。2018年10月25日、BBC によると、 デビーはスサーマンシュルツの名前を語ったパイプ爆弾の爆発物がヒラリー・クリントン、バラク・オバマ、CNN、ジョン・オーエン・ブレナン CIA 長官、エリック・ホルダー司法長官、ジョージ・ソロスに送られたが爆発しなかった。10月26日に FBI は指紋からフロリダ州在住の熱烈なドナルド・トランプ支持者の56歳の男シーザー・性欲を逮捕した。ソロスは アパルトヘイトが行われていた南アフリカの黒人生徒のケープタウン大学への通学援助のために基金の提供と鉄のカーテンの後ろでの反体制運動への資金提供を始めた時の1970年代以来事前化として活動している東ヨーロッパでのソロスの事前的資金提供はほとんどオープンソサエティ協会とナショナルソーロスファウンデーションズこれはポーランドで 時々他の名前を通して行われている。注目すべきプロジェクトには科学者への援助と、中央、東ヨーロッパの至るところの大学への援助と、サラエボ法医官の市民の援助、世界規模のドラッグを廃止するためのドラッグ禁止法への努力への援助、トランスペアレンシーインターナショナルへの援助などがある。はじめ自宅で妻の助けを借りながら、 ごく個人的な活動として始まったソロスの事前事業は現在では100カ国を超える国々で活動している世界的な財団ネットワークにまで発展した2015年現在オセフは最近は毎年8億ドルを使っていると発表しているまた1979年に始まるソロスの事前事業への寄付金の総額は2015年までに120億ドルを超えた 2009年にはニューヨーク州の全貧困家庭の子供たちを対象として1億7500万ドルを無償提供した。ソロスはまた彼の生まれ故郷ハンガリーブダペストにて共産主義の崩壊後の1991年に設立された中央ヨーロッパ大学の共同創設者であり4億2000万ユーロの寄付を行っている。 同大は現在、追加の資金援助によって8億8000万ドルもの、豊富な大学基金を有する、ヨーロッパで8番目に、資金力のある大学になっている。ソロスが5000万ドルを提供する約束で2009年10月、ニューヨークにシンクタンクとして、新経済思想研究所が創設された。この研究所には、ジョセフ・スティグリッツ、ジョージ・アカロフ、ジェフリー・サックスらが助言を行っている。 2010年4月には同研究所経由での出資により A オックスフォード大学に新たな経済研究所を創設すると発表した。彼はニューヨークのニュースクールフォーソーシャルリサーチ1980年にオックスフォード大学ブダペスト経済大学1991年にイェール大学から名誉博士号を授与された。2000年にソロスはまた1995年の ボローニャ大学の最も名誉なローリア・アンリス、講座同様、財政の賞のためにイエールスクール・オブ・マネージメントから、イエール・インターナショナル・センターを授与された。オープンソサイティ財団はまた、ウィキメディア財団の大口寄付者の一つでもある。2018年5月15日、オープンソサイティ財団は、ソロスの祖国であるハンガリーからの撤退を発表した。 政府からの締め付けが強まったからだと説明している。ソロスは哲学にも強い関心を抱き続けてきた。彼の哲学に対する考え方は、主にロンドンスクール・オブ・エコノミクス在学中に学んだカール・ポッパーの思想に広範な影響を受けている。実際、ソロスが創設したオープン・ソサイティ・インスティチュートは、ポッパーの上下2巻に及ぶ著書。 開かれた社会とその敵にちなんで名付けられているし、ソロスが現在取り組んでいる哲学上の関心事であるカビューロンの原則も同様にポパーの哲学に由来している。もっともソロスの固い政治信条がポパーが支持する徹底した合理主義と矛盾するのではないかとする批判もあるが、ソロス本人の主張するところによれば彼の政治信条はまさに ポッパーの合理主義を通して培われてきたものであるという。ソロスによる再帰制相互作用性の理論は人間社会で起こる出来事を理解するためのパラダイムである。この理論では再帰制の定義として人間が世界を知識として理解しようする機能を認知機能と呼ぶ。また人間が世界に影響を与えようとし、改造しようとする機能を操作機能と呼ぶ。 認知機能においては、世界の現実的な姿が、独立変数、観察者の世界理解が、従属変数となる。ここで、世界ワールドの現実的な姿を、W、観察者の世界理解アンダースタンディングを、U、認知機能を、FC とすると、FCU と記述できる。一方、操作機能においては、この関係が逆転して、観察者の世界理解が、 独立変数、世界の現実的な姿が従属変数となる。操作機能を FM とすると FMW と記述できる。つまり U が W を W を U が規定し合う関係となっており、この双方向的な状況においては各たる結果を生み出すことは不可能となる。この双方向的な干渉をソロスは再帰省と名付けた。 投資家、投機家としてのキャリアをスタートしてから増大し続けて、きた、ソロスの富は、2015年には、過去最高の277億ドルに達した。彼の莫大な富のほとんどを形成し、半世にわたり現在も継続しているそのキャリアにも、かかわらず、ソロスは、現在の国際金融投機のシステムについて、多くの発展途上国の健全な経済発展を、阻害するものであるとし、 また、世界の多くの問題を彼の言う、市場原理主義固有の失敗のためであると主張する。グローバリゼーショングローバル資本主義に対しても多くの面で反対し、論争の的になっている。ビクター・ニーダー・ホッファーによれば、とりわけ、ジョージはそれでも、自己利益の過剰を罰するための強い、中央国際政府のある、混合経済を信じていた。グローバル市場において、 巨額の利益を得てきながら、同時に一方ではこのグローバリズムに反対し、自己の利益を損なうことを意味する市場の規制強化を要求するという自己矛盾的であり不可解にも感じられる彼の主張は、ポール・クルーグマンのような著名な経済学者を含めた専門家らをも困惑させてきた。ソロスの主張に対して一貫して批判的態度をとっているクルーグマンは、この主張を 私がこれ以上儲ける前に、私の行動を止めてくれ、という意味だとやいを込めて語っている。これに対し、ソロスはまず、単に市場参加者であることと、市場参加者が従うべきルールを変えるために働く、ことの違いを示すことで、自身の主張の意味を明らかにしている。つまり、すでに単なる一投資家であることを超え、広く公共的利益のために、 政治経済に対する主張と活動を展開している。彼にとっては、たとえそれが、金融市場における自己利益の縮減を意味するものであったとしても、公共の利益のためならば市場システムの問題改善を要求することに、やぶさかではないということである。ソロスは、市場参加者として、自己の経済的利益のために働くことに、何の疑問も持たないようである一方、同時に、 国境なき政治家を自負するものとして、世界的な金融システムの劇的な総点検を政治家に働きかけてもいる。イングランド、東ヨーロッパとタイを含む多くの金融危機に対して、個人的に責任があるという告発に対しては、端的に市場参加者として、私は自分の金融行動の結果に関心を持つ必要はありませんと述べた。また、ソロスは、 ノーベル経済学賞受賞者の経済学者、ジェームズ・トービンが暗出した国際的な金融取引に税を課するトービン税に賛同している。ニール・クラークによると、彼の型にハマった左翼の多くと共有している。見解は、東ヨーロッパでの社会主義の崩壊はその体系的、弱さと民衆の支援を得ることへの政治的エリートの失敗のためであるということである。それは、部分的には、 正しいかもしれないが、ソロスの役割は決定的に重要であった。1979年から彼は年300万ドルをポーランドの連帯運動、チェコスロバキアの検証77、ソビート連邦のアンドレイ・サハロフを含む反体制組織に寄付した。1984年、彼は最初のオープンソサイティ・インスティチュートをハンガリーで設立した。そして、 何百万ドルも反対運動と独立したメディアに注ぎ込んだ。ソビエト連邦の没落から反帝国主義の大義は旧ソ連で重要な役割を果たし続けている。グルジアのバラ革命への彼の資金提供と組織はロシアで西側のオブザーバーによるその成功にとって重要であると思われた。しかし、ソロスは自身が果たした役割について大いに誇張されていると語った。 ソロスは個人的に長年にわたって民主党 B 期ではあったが、それでも2004年のアメリカ大統領選挙まではアメリカの政治の原因を作り出すような大きな寄付者ではなかった。2003年11月11日、ワシントンポストのインタビューで、ソロスはオフィスからジョージ・ W ・ブッシュを取り除くことは私の人生の中央にある焦点であり生と死の問題と言った。彼は、 自分のすべての財産を犠牲にして、物資を破ると冗談で言った。そして、カリフォルニアのコモンウェルスクラブで2004年3月3日の終わり、ソロスが Q&A の集まりでこの声明のユーモアの本質を、はっきりさせた後でさえ、多くが物資について、声明を出し続けた。ソロスは300万ドルを、センターフォーアメリカンプログレスに与え、 500万ドルを moveon.org に委託して、一方で彼と彼の友人ピーター・ルイスはそれぞれアメリカカミングトゥギャザーに1000万ドルを与えた。2004年9月28日、彼はそのキャンペーンにもっと資金を捧げた。そして複数の州をめぐる演説の旅を始めた。ホワイウィー、マストノットリー、エレクトプレジデントブッシュが ワシントン DC のナショナルプレスクラブで配達された。ディック・チェーニーが副大統領の議論で、factheck.com として偶然に factheck.org c に言及した後、このスピーチへのオンラインコピーは多くのアクセスを受けた。そして、そのドメインの所有者にすべての通信をソロスのサイトに繋がせた。 レスポンシブポリティクスのためのセンターによると、2003年から2004年の選挙サイクルの間、ソロスは236万ドルをジョージ・ブッシュ大統領を破ることに捧げられている527の様々なグループに寄付した。ソロスの努力にもかかわらず、ブッシュは2004年11月2日に大統領として第2期目となる再選を果たした。また、連邦選挙運動への 紙兵献金を禁止することを目的とした2002年のバイパート前キャンペーン改正法を要求したので、ソロスは彼の大きな寄付のために避難された。ソロスはつながりのない組織への寄付によって、候補者、または政党に対する直接の寄付と同じような腐敗問題が生じることはないと答えた。ちなみに、ハーゲンエネルギーは、 彼の石油会社スペクトラム7を買収することによって1986年にジョージ・ W ・ブッシュとビジネスをした。彼のホンザ・バブル・オブ・アメリカン・スプレマシーは2004年1月に出版された。2006年に著作の翻訳の出版に合わせて来日したソロスは当時国際的に話題になっていた靖国神社問題への関心から靖国神社という習慣を訪問。 特に後者について侵略戦争を正当化していると憤慨した。同問題については、もし多くの日本の人々が近隣諸国の人々と大きく異なる歴史観を持つようになったとしたら、その違いが将来に深刻な問題を生み出すとも語っている。同年に翻訳出版された世界秩序の崩壊。自分さえ良ければ社会への継承の中では冒頭で、 日本の読者に向けて次のように述べている年と,と文を結んでいる。2014年1月にはプロジェクト新事ートへの寄稿文の中で安倍政権のアベノミクスの通貨政策についてと述べた。2010年10月にソロスファンドマネジメントは中華人民共和国を中心としたアジア向け投資に向けた初のアジア拠点を香港に開設した。同ファンドの3分の1ほどが アジア向け投資に回される計算になるという。2010年11月にソロスは、米国から中国へのパワーと影響力の本当に驚くべき、急速な戦意があり、それはちょうど、第二次世界大戦後の英国の衰退と米国への派遣の移行に例えられると述べ、さらに、今日、中国は活発な経済のみならず、実際に、米国よりもより機能的な政府を持っているという。 議論を呼ぶであろう意見を述べた。しかしながら2012年10月には成長モデルが息切れしつつあると述べ成長が鈍化しているとの見方を示したほか2013年5月には氷回りの金融商品、理財商品がリーマンショックの引き金となったサブプライムローンと似ているとし2014年1月には中国の成長モデルはすでに力を失っていると指摘した。 同月にはまた近いうちに中国経済は完全に崩壊するとの見通し示し、世界経済にとって脅威なのは米国の予算崩壊でもユーロ圏の問題でもなく、中国の財政問題にあると述べ、中国の飛躍的な経済発展を支えるモデルは2008年以前の米国経済に類似しており、いかなる改革も中国を救うことはできないと考えているという。 さらに、2015年3月に、ブーンバーグ TV に出演したソロスは、中国の現状について、内需主導型経済への移行が失敗した場合、彼らは国を束ね権力を維持するために外部との紛争を作り出す可能性があり、ゆえに我々は、第三次世界大戦の瀬戸際にあると言っても過言ではないと述べた。同年5月19日の世界銀行における、 ブレトンウッズ会議でも中国経済が悪化すれば第三次世界大戦が起きる可能性があると発言。同時に米中両国は経済における協力関係を強化し第三次世界大戦が発生する可能性を減らさねばならない。米国は人民元を新たに IMF の特別引き出権の通貨バスケットへ編入するために譲歩すべきだと述べた。また、 翌6月12日には中国株の大暴落が起こったが、ソロスは暴落前に保有していた中国株のほとんどを売り払っている。2019年1月の世界経済フォーラムでは中国を機械学習と人工知能が最も発展した独裁国家だ。習近平は開かれた社会のこれまでにない最も危険な敵であると批判して、米中貿易戦争と 米中冷戦は第二次世界大戦後の国際連合のような国際協調の土台となるべきと述べた。インドは中国とは異なり開かれた社会であり法の支配に基づく法治国家かつ自由民主主義国家であることをもっぱらの理由に中国よりも魅力的とし2010年にはムンバイ証券取引所の発行済み株式を4%取得してもいる。 批評家はソロスが彼の私的所有ファンドを通じて、為替市場に対して不当な影響を与えていると主張する。他の多くの巨大ヘッジファンドと同様、彼のファンドはオフショアのタックスヘイブンに投機されており、特にオランダ領アンティルのキュラ相島に投機されている。2004年8月にクリス・ウォレスの FOX ニュースサンデーに出演して、アメリカの会員議長、 デニス・ハスタートは、と発言した。これに対してソロスはとハスタートに反論した。ソロスは、会員のスタンダーズ・オブ・オフィシャル・コンダクトの委員会に、公式な不満を提出した。ソロスは、ハスタートのコメントが、強く、沈黙批評に抽象戦術、脅迫と嘘を使う慎重な努力を提案すると、主張した。ジョージ・ソロスは、多くの批判を、 アメリカの共和党とイスラエルの支持者に対して言ってきた。ブッシュ政権の支持者は彼の反ブッシュのキャンペーンへの寄付をよく思ってはいない。ニューヨークでのユダヤ人のフォーラムでソロスは部分的に反ユダヤ主義の近年の復活をイスラエルとアメリカ合衆国の方針、そして彼自身のような成功したユダヤ人によるものであると考えた。これはおそらく ソロスのカール・ポッパーの哲学の結果と自己批判に対する結果傾向であろう。ビー・ゴールドバーグは著書アメリカをダメにする100人の人々で厳しくソロスの哲学を批判した。ありがとうございます。